皆さんこんにちは。国本佳代です、えー、先日、えー、作りました。一輪雑誌が焼けましたので絵付けしたいと思います。さっさと絵付けを進めていきますので、えー、文字とあのー、動画を見ながら、えー、私の声も聞いておいていただけるといいですね。葉っぱと丸い身との組み合わせでえー。こうちっちゃな。 あの絵を両面に描いたものにこれは作り上げましたうん丸いのが1個ずつあの筆で描くのが面倒だったら、えー、綿,棒綿棒を使って、えー、ポンと押すやり方でも全然問題ないと思いますのでまあ試してみてください。とにかく簡単な技法で丸を描くのがやっぱり筆で 面倒だったら右と左で描く。ぐるっと一周できなければ右と左で描くっていうのも全然問題ないのでとりあえずこんな風に描き上げてみてください。で葉っぱの葉脈をあの入れるんですけど葉脈はあの葉っぱ2枚あるので1枚だけにした方がデザイン的にはいいかなって思っています。もうちょっとちっちゃいけどそんなに難しくないので初心者でも楽しんでいただけるデザインだと思います。 ありきたりかなこれ、えー、それが全部済んだらですね薄い色から見入れるといいです、えー、お水で薄めて薄い色を作って重ねれば色は濃くなります薄い色でもですからあのー、濃い色を作ってもいいけど薄い色から足していきますちょっと上絵を考えてたので白いところも作っています裏側も同じように描きました こんな感じですね。これで真っ白の釉薬かけたら全然面白くないじゃないですか。ですから、えー、ダンカンのあサンダースターかなサンドスターかサンドスターっていうやつを、えー、随分昔に何回か試したことがあって、えー、これが余っていたのでちょっと塗ってみようかななんていう感じで塗ってみることにしました。 これは石が入っていていですね、えー、マットな感じとそれから透明油をこの上からかけることもできるのでまた違ったつや、あのー、のあるものもできますですからまあいろいろ試してみると面白いかな。アメリカのようやくて本当筆で塗ればいいからすごく楽ちんですよね。絵付けしたところは透明油を塗っています。 翻きするとやっぱり雰囲気変わってきますよね。石のところが光ってます。こっちの方の形はもう全然違った幾何学模様にしてみました。ただひたすら線を描いて色を塗るっていうやり方ですね。線はとにかくしっかり描いた方があ出来上がりが綺麗です。ですからよく私が言う行って帰ってくるっていうやり方をするといいと思います。茶色で描いています。 デルフトカラー何色か使うあ緑と黄色と赤と青かなそれに、えー、ちょうどぴったり合うのが茶色のアウトラインなので、えー、一応アウトラインは茶で全部きました。これから色を入れていっていくんですけれどもちょっと原液じゃなくて薄めたやつをですねたっぷり筆にとってといっても あの筆がちょっとちっちゃいですね。ちっちゃいからしっかり取ってもそんなにはないです。でもこれくらいの筆の方が使い回しがいいですね。ちょうど角があのとんがってたりすると筆が大きいとやっぱり塗りにくいので、しっかりダミでのせると綺麗にできます。原液をベタベタ塗りやり方っていうのはあのやはりムラが出ます。意図的にムラを出すならそれでもいいけどムラを出したくなければダミでのせると綺麗にできますよ。 ダミが何だったか忘れちゃったっていう場合はだいぶ昔のやつを見てみてください動画にちゃんと説明してると思います今緑を入れてこんな風に出来上がりましたこれもですねやはりあのそのまま透明油だと面白くないんでこんな風に掛け分けてみました 翻訳するとこんな風に変化しましたあとこの形は、えー、もう絵を描かずに釉薬を塗ってその上に透明油を垂らしてみましたどんな感じかこんな感じに焼き上がっていますちょっと光ってるでしょいかがですか白い器が絵付けをすることでいろんな形に変化します、えー、ぜひ皆さん絵付けを あの楽しんでみてください。面白いと思います。ポタリー大好きの国本佳代でした。ではまた。